だって自分で先にはできへんから、はい、できた酒を飲んでやっと答えが出るわけ、はい、うん、それで舞い込みで作ってもらったらもう最高です。次に紹介するのは農家吉田継夫さん。山田錦やコシヒカリといった水稲を中心に広大な作付け面積を個人で管理されています。やっぱり収穫の秋、それが一番の楽しみ。とにかく田植えは足し段引き段がついてくるさかいになかなかしんどいんだけど、稲刈りは縦でも横でもとにかく刈ってなくなれば終わりっていうのが面白い。だからもともと田んぼ冷やしかけたんも10枚ぐらい稲刈り一人よりは20枚30枚稲刈りした方が面白いなやつ。だから一番の元っていうのは稲刈りの楽しみ。元気のもと、まあとにかくあれやな、体は丈夫に産んでもた、それとあとやる気だけ、やる気だけやね、やる気で動いとみたいもんや、そら変な話これやったら何本なさかいう感じの感覚はないね、もう思わない、そう天職やと思うとさかい、なので自分の名前に米が入っとさかい。そうそう、それもわしにとってはヒントね、自分の名前に米が入っとさかい。そう米をつなぐ。11年前、サラリーマンから専業農家に転身された吉田さんは、所有地のほか、担い手のいない耕作地などを請け負いながら、作付け面積を拡大。現在はおよそ12町部を管理しながら、山田錦の有機栽培を続けられています。農業を雇って一番最高峰といえば、ジャス有機。それで、その中でまた酒米の最高峰といえば山田錦で、兵庫県産というブランドを持って山田錦のお米にジャスマークを貼りたい。もうこれ以上最高の酒米はない。それが一番。おやっとここまで来た。なのでジャスの認定受けるまで補助を3年間無農薬有機栽培を続けとけなら認定もらえませんので、だから今年始めました、今年もらえますいう話じゃないから、やっぱり3年待ったから値打ちあったと思います。多可町が世界に誇る酒米山田錦に完全有機の証でもあるジャスマークを貼りたい、そんな思いで有機栽培を始められた吉田さんが現在取り組まれているのが合鴨農法です。一番の理由はとにかく機械除草を最初スタートかけた時はやっとったんやけど、田んぼが増えかけた同時にそのタイミングが合わない、それとあと日中がとにかく暑い、それで他に方法は言った時にやっぱりカモやな、それでなんやかんや言って人の話聞きよったら結局回り回ってカモになるいう話も聞いたから、やっぱりカモで行こうと、誰も合鴨農法言うたらカモが草食べて除草しとるイメージが強いんやけど、一番のメリットというのはとにかく土を攪拌して泥水にして光合成をさせない、だから草が生えてこないいうのが一番の正解です。それであと虫とか食べてくれるから運化の心配とかああいうのもないからいいです。6月、北播磨管内から多くの親子が集まり、山田錦の手植えを体験しました。これまでから子どもたちの体験学習などに精力的に協力されている吉田さんに、その理由を尋ねると。自分としては3つあろうと、1つは山田錦の PR、2つ目はジャスの PR、3つ目は高城の PR、一石三鳥や思って。
去年もちょっと話しとる内容になるんですけど、この時期に田植えの時期になった時に、大人になった時に、どっかで山田錦と出会うことがあったら、あ、そういえば小さい頃親父やお母に連れられて山田錦の田植えしたなあ言うて、そういう話で山田錦の酒を飲んでもらえる日が来たらな、嬉しいなと思うとお互いに、これは将来の投資は思ってこの話を受けたんです。そうやね、この山田錦がとにかく守っていきたいし、ジャス勇気も PR も兼ねても守っていきたい、だけど日本酒の業界は今とにかく厳しいので、輸出にしか多分生き残る道はないと思ってますんで、それで今の輸出がこんな状態になってますんで、早く世界が平和になって、日本酒で乾杯してくれる世の中になってもらうのが一番願っているところですけどね。とにかく維持継続、とにかく維持継続、これだけです。そう、難しいけどそれをやると、それでそのやつをまた次の代につなげたい。不安定な世界情勢がさまざまな課題を引き起こす現状は、酒米農家にとって決して明るいものとは言えませんが、そんな中でも吉田さんはこう口にします。ことに体が続く限りはやるさかいに、なんせ山田市っていうのは難しい米やけどなかなか面白いし、それでまたいろんな酒になって帰ってくるさかいに、そこら辺が楽しみがあるもんな、山田錦は面白い、だから自分が次の世代への架け橋になる。高千穂ブランドの認証を受けた商品を紹介する町の一品。今回紹介した特産品に関するお問い合わせは、各事業所または役場商工観光課にお問い合わせください。